ピーマート TV を、ご覧の皆様、はじめましてでしょうか、浜守でございます。本日は北九州市、小倉スロット丸光さん葛原店、はい、来ております。スロットスタイル撮影ということでございますけれども、3万円で5時間立ち回ると、うん、結構ね、過去の動画、拝見させていただきましたけれども、速攻で終わられてるね大先輩の方とかいらっしゃいますし、まあ私は何としてでもね5時間続けたいなと思っておる次第でございます。こちらのお店、昨日の夜、インターネットで過去のデータが見られるということを知りまして、チェックしてきました。私狙い台は花々鳳凰でございます。はい、花々鳳凰でまず立ち回り、そして、ダメなら、マタドール2か、ヤッターマンに行こうかななんて考えております。はい、花々鳳凰はね朝一、リセットすると 50% で、ビッグ5にパネルフラッシュしますから、そういったところもね、チェックしたいということもあるので、朝一はまず花々鳳凰を、こうやって攻めていきたいと思います。一日頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。一応この台を打とうと思ってたのが取れました。はい、狙っていたんですけど取れました。この機種花々鳳凰です。朝一言った通りの、台から攻めますけれども、まあ、この花々の方、ね、花が光ればボーナス確定、それだけの単純な台なんですけれども、設定推測要素はねいろいろありますよ。通常時はベル出現率だから、そうそうそう、ま、すごいでしょ、真面目にやりますよ僕。カチカチ君も持ってきましたからね。ベル出現率は、おお、隣がいきなり当たりましたね。あのベルスケンジは大体ね、高設定の個人的目安は、まあ、7.4分の1、それぐらいの、確率がいいかなと思っております。基本的にはパネルフラッシュは高設定ほどしやすいと、まあ、上だけフラッシュ、上下フラッシュとね、で高設定ほど上下フラッシュしやすいんですけど、まあ両方合わせて大体ね、うん、6、7回に1回ぐらいフラッシュしたら嬉しいかなっていう感じですよね。うん、朝一はなはなね埋まってますね。このお店クイーン、ニューキング、フォーと3つありますけど、まあ、クイーンは割とまったりした感じで恋持ちもいいですし、だからまあシリーズで一番新しいドリームはなはなにね近いと思いますよね。でニューキングはまあ安定型で、で鳳凰はまあ確率がビッグに偏ってるだけあって一番ね波が荒いと、個人的にはそう分析しております。ちょっとね朝から花が埋まってるっていうのは驚きではありますね。個人的にはなんかこの台ダメだったらこれ行こうとかね、なんか候補をいくつか考えてたんですけど、もう身動きできない状態になっちゃってます。まあ花好きとしてはね島に活気があるのは嬉しいことではありますけれどもね、ちょっとねだって A タイプ打ってんのに午前中に3万円使い切っちゃったとか、ちょっとね恥ずかしいですよねこれね。別にあれですからね、まあ5時間打ち切ってやるとオープニングで言いましたけれども、花々を選んだのは逃げの立ち回りではないですからね、スロットスタイルですから番組名ね、普段の立ち回りをお見せするんだという風に私は解釈しておりますから、普段通り朝から花々を打ったまででございます。でももう4000円使っております。ただね花々ねリセットすると結構ね立ち上がり早いんですよ。
だから立ち上がり早くないってことは据え置きの可能性ありますよ。はなはななんて言ってね思ってる人いるかもしれませんけど、高設定ねとか設定ログ本当終日分回したらね万枚とか出ますからね、いい波つかめば。いやー朝から合算数値以上はまるとちょっと切なくなりますね。あっ来た、やった、あーレギュラーか、226ゲームレギュラー。さあレギュラー中、あこのねスイカ1回狙うことでまあフラッシュするわけですけども、左が光れば奇数しさ、右が光れば偶数しさ、はい奇数しさね。で色もねまあ黄色緑赤とあって、緑赤となるほどよりその傾向が強まるというね。だからね赤 両方でね赤が出るとねログの可能性高いんですよ。6は均等ですから大丈夫、あと2万2000円もある、あ大丈夫ですよ。ててよし、まあまあねレギュラー後にパネフラすればね設定3以上、上下パネフラすれば5以上ですけど、まあないですからね、レンチャンに期待しましょう。小倉ね昨日初めて夜の小倉というのを一人フラフラしましたけど、ツイッターのねフォロワーさんがねくださった情報で、なんかホテルの近くのねすんげーでっかいカウンターがボーンってある居酒屋さんに一人で行きましたけども、いいですねみんな。だって焼酎頼んだらこんなとっくりにおおいっぱい出てきて300いくらとかで安くていいなって。まあみんなカウンターのおっちゃんたちはベロベロでしたよね。すごい、もう完全に私は若輩者でしたから。で朝早く起きちゃったんでなんか散歩してたんですけど、もう飲んでる人たちいますからね、いい街ですよ。みんななんかもうお酒の黒帯ばかり、私は全然まだ足元にも及ばないなと思いましたね。いや隣がもうレギュラー4回引いてるわ。隣の台ねちなみに昨日一番へこんでた台なんですよ。まあ今後の展開によってはね万が一隣が開けばそこに移動なんてこともあるかもしれませんよと言いつつ追加投資でございます。はい、あれまたレギュラー、あー追加投資1000円なのでただいま9000円投資、131ゲームレギュラー。今度は右フラッシュ上げ狙いもあったかな、まあでもいいや、とりあえずはこの台と楽しみましょう。うん、うん、おう2ゲーム今滑った、あーよかったビッグ、いやービッグ引いてねとにかく出玉を持っときたいって言おうとしたところでした。今またこのね白七の音楽がかっこいいんですよね。
音源出してくんないかな、パイオニアさん。お、はい、スイカ。はい、まあこのね、ビッグ中のスイカ出現率も設定差ありますからね。ただまあ個人的にはね、そこまで気にしないです。マネフラするかな、しなくていいよ。あ、しなかった。よしよしよしって、まあうん、なんだろう、複雑だけど高設定ほどパネフラしやすいし、でもまあ朝一ねリセットすると、はい、パネフラしやすい、そしてしなかった、だから据え置きの可能性、まあ高まり、お、隣がまた光りましたね、高まりますよね。うん、おう、こっちだってね、レンチャンさせてやる、あーレギュラー、レンチャンさせまくってやりますから。左、活気がいいですな朝から。でもなんでまた同様にはお客さんがつかないんですかね。ねえ、やっぱマタドール2はあの告知がねいいんですよね、びっくりするあの告知が。やっぱあの台を打つならナルカモモードで、こうね、このね第三停止でリーチ目出て、このベッドでボーンっていうとかね、あれはねもうリーチ目出てんだから、ドヤン目ね、ドヤン目、そうリーチ目じゃない、出てるから、おお当たるっていうのは分かってんのにびっくりしますからね。なあ、またレギュラーよし、この調子、滑ってスイカ揃わず、次ゲーム光るみたいなね、それも気持ちいいんですよね。よし、本当パチスロ打ち始めの頃は滑り、ボーナスが成立するとリールが滑ってそれをお知らせしてくれるみたいなね、ミスターマジックとかサミのね祭りとかね、左から押すとねこうリーチ目マシンなんですけど、逆押しすると滑りで告知だったんですよね確か。おい、アビック来た来た、うぅ、こっからはもうね、2回目のボーナスからリクからは存分に金振らしてもらって構わないんですけど、しないか、まあいい、ひとまず順調。おいおい、すげえ、おいおいおい、おい、またビッグ、あ、レトロサウンド流れましたね。この、まあ、87ゲーム以内のビッグはこのレトロサウンド、これにね BGM が切り替わる場合もあるんですけど、その割合もね高設定ほど高いんですよ。おっと、本当にこれ昨日が高設定でで据え置きだったパターン あるかもしれないですよ。
あ、パネフラしない。よし、鼻鼻ねはまるともう放送事故みたいになりますもんね。なんか喋ってないとって思うんですけど、いやー、係数金動かした500枚は使いたくなかったのにな。もう下皿のコインがなくなっちゃうな、この調子だと。うん、叱りませんな、ダメですな。いや当たらないなぁいやぁ、500ゲーム超えた、つらい。いやぁ、これ飲まれたらやめよう。おー、来た、レギュラーかよいやー、やめようとしたら誓ってレギュラーっていうね、ビッグにしてよっていう。いやー、こうやって引き止められて、で結局87ゲームまではね、やっぱ回したいですから。いや、87ゲーム以内のねビッグを5連させてね、ガーゴイルの花地か花を聞きたいですよね。知ってます、この台87ゲーム以内のビッグを5回引くと日本が誇るヘビーメタバンドの花地か花っていうね、花花を歌った曲が流れるんですよ。まあ、ガーゴイルのボーカルのキバさんって方が、まあ花花お好きでね、いい曲なんですよ、花地か花。まあその知識がない人はねたまげるでしょうけどね、いきなりこの台から突如としてそんなうーみたいな声が流れてね、ガーゴイルのライブ見に行ってたんですけど、何回か、だから、あ、この間の柏でのライブでステージ上から、あ、浜くんがおるって思ってたよって言われて、あ、とってもね嬉しいですよね、そんなね大好きなバンドの方からそんなことを言っていただけるなんて。だからこそこの動画で花近花を流したい。しかしもう87ゲームに到達するかといってね、打つ台ないんですよね。打つ台っていうか、要は花もう移動できなそうなんですよね。はい、台移動して2台目、マタドール2打ちます。北練習のねオキスロですよ。まあちょっと今日全体的にオキスロが強そうな感じなんですよね、客席を見る限り。でももう花花はもうほぼ全台満席なんで、まあこの台基本的にまあ水族要素は花花と似てるんで、まあね通常時のベルとか多分差があると思うんですよね。ちょっと数値がねでも出てないんで分かんないんですけど、だまあ打ち方もね基本的には花々に近いですよね。こうバーを狙ってチェリーをフォローして、でまあスイカが滑ったら、残りリールもスイカを狙う。でその、滑ってね、左が滑ってまあスイカがちゃんと狙ったのに外れたらまあリーチ目ですよ、ドヤン目ですよ、ドヤン目。あーやばいやばい、これで投資が1万5000。
あと半分。さっきからハマってばっかり。いやー全然いけない。何これ。なんだこれ。おお、びっくりした。おお、ビッグ。いやー、びっくりした。これですよ、これ。これがね、マタドールの面白さでもあるんです。あー、まあパネフラはしませんでしたね。よし、レンチャンお願いします。あれ、今滑ったよな。これリーチ目でしょ。あ、そうか。あ、3ベッドにしちゃった。まあいいや。いやー今の気持ちいいですね。これね、ドヤン目からのベッドドーンね、最高。パネフラなし。レンチャンしませんね。いやーどうしようかな。でもなあ、花とか見る感じな、今日は据え置きっていうのはなさそうな感じだからな。隣の前日高設定っぽい台もな、設定いじられてる可能性高そうだしな。となると当たりがあるとすれば、前日出ていなかった3台のうちどれか。おお、くしゃ、今完全に油断してた。レギュラー、よし、よし、レンチャンしてください。お願いします。レンチャンしないで、残り2時間出玉もまああるし、5時間はね打ち続けられると思うんですけど、でもねやっぱ勝ちたいですよね。いや相変わらず花花、おお、びっくりした。花花フル稼働だもんな。あー、またレギュラーか。いやー油断してると来ますね、ほんと。よし、レンチャンお願いします。これ開発の人もこれ絶対わざとですよね。いかにして打ち手を驚かしてやろうかみたいな、そういうところに全力を注いでるような気がしますよ。最高。おお、今はそんなに驚かなかった。声は出ちゃったけど。ビッグ、オーケー、よしよし。
パネルはなし。なんだかんだで合算は設定位置をかなり下回ってますからね。あと1時間半よし。あ、ちょっと追加こぼした。あ、違う。あ、やっぱ追加。あ、追加こぼした。あれ、いやでもレギュラー少ねえな。合算148分の1の花花が開きましたね。ビッグに寄ってる台だからレギュラー確率は気にしなくてもいいんだけど、700分の1ぐらいですもんね、レギュラーね。この台打ってみよう。一応今ボーナス合算設定後の数値ですからね。なのでちょっとこの台ね打ってみようと思います。今、まあ、持ちコイン移動しまして、まあ、360枚持ってまして、投資は1万7000だから、まあ、600枚ぐらいね出せればプラスですよ。左隣が明らかに高設定なんですけどね、まあ、僕が朝一打ってた台のこれは2台右隣の台なんですけどね。うん、おー来た。よしでいく。うれしい。うん、金振らしない。前任の人はなんでやめてったんだろうな。子役カチカチしてたんだよな。メル出現率が悪かったのかな。おい、あーレギュラーか。右、まあ残り時間も少ないんで、もうこの辺の推測要素はどうでもいいんですけどね。というかもう全部ビッグでいいっす。おう、ビッグ、おし、おし、おし。よし、この調子でお願いします。おお、よし来てるぜ。なあ、バレフラしない。何気に今4連でビッグさんのバケ1ですからね。もう一回87ゲーム内にビッグ引ければガーゴイルリーチですよ。だ今イーシャンテンですよ、イーシャンテン。言ってしまえば、いやー、ここはこのチャンスは生かしたい。おう、あー、レギュラーか。うわー、ビッグだったらガーゴイルチャンスだったのに。あー、緑ビッグが良かった。ここいやー、87ゲームレンちゃん終わりか。あー、
あとちょっとだったのにガーゴイルまで5連させられたことは非常に満足なんですが、欲を言えばビッグ5発が良かった。おお、ビッグちょっと遅い。あと13ゲーム早ければ。やっぱベルの数値が良くないんだな。前輪の人もそうだったのかな。まあ私はまだ全然ね、400ゲームぐらいしか回してませんけど。おお、あーレギュラー。左、いや今のがビッグだったらな。いや残り時間少なくなってきましたけど、最後にパパッとビッグの連打させたいですね。いやにそろそろやめるかなこれ。ゲーム数的にあえてゾロ目枚数でやめました。1111枚獲得、投資が1万7000なので、850枚ですね。だからプラスです。はい、実戦終了でございます。5時間打ち切ることができました。そして収支もなんとプラス、投資が850枚、まあ、1万7000ですね。で、回収が1111枚、261枚のプラスでございます。まあ花花鳳凰、マトドッツ、そして花花鳳凰と3台打ちまして、今日良かったですね。でも全体的にね、まあでもはい、3台渡り歩いてプラスにできたんで良かったかなと思います。はい、いや北九州ねいいですよね。今度は飲み友達とね、ぜひ北九州ゆっくり来て、ちょっとこの酒の道をね今度は極めたいなと思っております。花の道は今日極めることができましたから、はい、次は酒の道をということで、またぜひねこちら読んでいただけたら嬉しいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。